ます。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。この日岸田社長は7時半に出社。コーポレートカラーの緑が際立つエレベーターに乗る。カメラいいカメラですもうこれが見えるとやっぱりねやる気になります。カメラが古巣のソニー製だと気づくとすかさず反応。本社の社長室の電気は自分でつけて一日をスタート。朝ごはんはしっかり食べる派だそうだ。山盛りサラダとヨーグルト、うん、バナナ、うん、そんな感じですね。わあヘルシーだ社長に就任してからはとにかく毎日のように世界を飛び回っている。オンライン会議も定着したが岸田社長には大切にしていることがあるという。創業者永森代表から受け継いだ精神だ。やっぱりフェイストゥフェイスに勝るものはないと、うんうん、先々週もドイツに日帰りで行ってきたんですけど課題が山積みだったんでもうとにかく会って話そうみたいなことを先方の社長さんに言われて、ニデックはずっと長年やってきたんだと思うんですね、うん、永森さんにしても小林さんにしても、うん、朝一のリモート会議。はい、おはようございます。おはようございます。はい、岸田です。入りました。自動車関連のグループ会社の技術課題に関する議題だが、グループ10万人以上を抱えるトップが細かい部品一点一点の課題まで把握しているのかと驚くばかりだが、そこにはポリシーがある。私自身が自信を持って説明できないとやっぱり先方にも不安を残しますし、何か対策のまだ手がつけてないポイントがあるんじゃないかっていうような不信感にもつながってまいりますので、やっぱ本当この技術の細かいところも含めた不具合の排除っていうのがやっぱり社債品質に求められているという、大規模なソフトウェアエレクトロニクスの開発っていうことがありますので、研究所も含めた知見を結集してこれに向かっていこうっていう、その体制をやっと整えたと。あ、これね。あ、はいはい、はい、続いてはグループ会社の役員会議。それでは事前報告につきまして北副社長よろしくお願いいたします。ニデックはグループ企業がおよそ300社もある巨大企業だが、一社一社の現状を把握しグループとしてのシナジーを最大化するのも岸田社長の大切な役割だ。現在やっぱり我々の株価を非常に引き下げている要素を全て排除して、水冷モジュール関係のウォーターポンプのところ、これは非常に大きな我々自身が内製できるかどうかの試金石になりますので、今後に対してもよろしくお願いしたいと思います。社長としてグループ会社を含め現場で起きている細かな課題をできる限り把握し、経営の改善や製品の質向上に努めているのだ。岸田社長がフェイストゥーフェイスで向かい合うのは経営の場面だけではない。昼食は社員食堂、若手社員に囲まれながら。いい感じですね。はい、いただきます。よろしく。食堂よくいらっしゃいますか？土曜来ます来ます。お休みの日って何されてるんですか？お休みの日とかあんまりないですだから日曜日はできるだけ自分の好きなことをちょっとでもやりたいな、うん、朝起きたらギターを抱えてみたい、うん、抱えてみたいでまたすぐ置いてカラオケが好きです。本当よくこのメンバーで行きます。このメンバーぜひ名乗ってください。いいんですか？行きたいです。行きたいって言ってたんですね、ちょうど。フランクで接しやすい方だなって。すごく本当にフラットに接してくださるなっていう印象は。本当に社員の人が何を考えてるかとか、どういうことを思ってるのかっていうのをすごい聞いてくださるんだなって。いや、本当に。昼からは若手の社員と懇談会。こんにちは。社長に就任した4月から頻繁に開催して、多くの社員とフェイストゥーフェイスでコミュニケーションを取っている。お願いします。これはですね、4月以降全員と話そう、全員が話そう運動っていうのを始めてまして、どういうふうにしたらこうみんなのやる気を
保ってまあ、人材育成とかをしていったらいいかなっていうところを悩むことが、周りの人がねやる気を保ってもらうために心がけてることといえば、自分がやる気を持ち続けることだと。自分がモチベートしてると、それを見てる周りの人は必ずモチベートしてくれるって私は信じてるので。社長がもう、まあ、キャリアを作るとか、キャリアを歩むみたいなことの、あのね、僕は本当生まれて初めて転職して、今ニデックで2年半ぐらい経ったんですけどね、会社暮らしの中盤後半ぐらいから、あれちょっとこれ僕がやりたかったことじゃない、ないのかもしれないっていうような仕事を結構長いことやってたんですよね。でもね、最近になって思うのは、あの時にこんなことやりたくないな、こんなことやって自分に何がいいことあるんだろうって思ってたようなこともなんか全部身になってんだな。今ね、その和やかな場面でも経営者として岸田社長が貫いてきた精神もきちんと伝える。私が何を一番重視してるかっていうと、実績です。実績以外は、以外に本当の数字ってどこにもないので、いろんな先のフォーキャストで高いの低いのって議論するのは私は無駄だと思ってます。経営的には、経営や売上は実績、実績以外どんな人が作ったフォーキャストも当てにしないっていうのを心情に生きてきました。もうニデック50年トップダウンでやってきたんでね、今度はボトムアップで行くぞっていうのをね、みんなでやっていかなきゃいけないなって本当に思ってますんで、はい、この後もグループ会社の会議やワンオンワンの打ち合わせ、どこまでも会議が続いていくのだが、今後50年のニデックを考えるチームのミーティングで業務改善システムの導入について話が及んだ時、岸田イズムを垣間見る瞬間が。ツールを使ってどういうふうに効率的に集めてそれを使っていくんですかっていうところを3つ目やらないといけないですと、やってみたい。一見正しそうに聞こえるんですけどね、はい、これが僕はねニデックの一番の危険なポイントなんだと思うんですよ、はい、でここで安く早く今使ってるもので作れてしまったらこれでいいじゃないかと、はいはい、でも そこで止まってしまうんですよ、うん、なんだけどそれってね、何が欠けてるのかっていうと、本当は何をやりたいのかっていうのを出さないからそこでいいかのように見えるんですよ。だって今なくても生きてるわけだから、中途半端なものを作ったらもうそこで止まっちゃうよって、はいはい、創業者から培ってきたものを引き継ぎながらも必要なものをアップデートする岸田社長の思想が社員との接点から見えてきた。そうありがとうございます。怒涛の一日が終わった。7月23日ニデックの岸田光也社長の姿は東京にあった。まずこの Q1 はニデックにとりまして大変大きな一歩を踏み出した3ヶ月だったというふうに言えると考えております。第一四半期の決算発表記者会見、岸田体制のスタートを象徴する場面であり、第二創業を内外に示す大切な機会でもあった。私たち新経営体制のミッションは、これまでのニデックの強みを必ず継承いたしながら、また第二の創業としてクオリティを伴った大きな成長により企業価値を高めていくことであるということをしっかり定義させていただきました。そしてもう一つ、岸田社長が副社長時代から取り組んできた自動車向けのメインモーター事業で大きく舵を切ったことを報告した。まず一番大きな変化点は、数多くのお客様に中国で事業を展開しておりましたこのトラクション事業を合弁会社を中心とした事業に専念するという点です。創業者がいない初めての決算発表会を終えて、自分のままでやっていくっていう気持ちで臨んでますので、自分の中で理解できてないのにそれはできてるようには言わないっていうことで、まあ本当に今日私が理解していることを全て話したっていう、なんかそういう意味においては非常に一つ
抜けるべきマイルストーンを超えたのかなっていうふうには感じてます。ありがとうございます。8月、日本はお盆休み真っ只中。岸田社長は中国広州に入った。決算発表会で言及していた中国における EV 用のメインモーター事業で、広州汽車と作った合弁会社を訪れるためだった。ニデックとともに合弁会社の親会社である GAC コンポーネントのファンユー総経理との久しぶりの再会に頬が緩む。ご無沙汰しております。お久しぶりです。中国でも岸田社長は一貫してフェイストゥーフェイスを心がけてきた。这个的话呢，因为为什么成为朋友呢？因为就是去年呢，就是合资公司的话是处于比较困难的一个时候，啊，面对一些产品的开发，啊，面对我们经营的一些方面的一些问题，这个跟安田社长的话呢，这种真的是每个月来一次，甚至有的时候更密啊。嗯，同意啊，我新友，看到我新友みたいな感じです。これからもいろんな形で協力させていただく領域を広げていけるように取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。仕事の進捗状況を確認しながら今後の方向性についても詰める、およそ1時間の会談となった。厳しい中国国内の EV 過当競争の中、勝利者がいない戦いとも言われているだけに、パートナーとの信頼がより重要だと岸田社長は考えている。こう一瞬の隙も許されないぐらいに厳しい環境の連続だというふうに思います。その環境をお互いに協力して引き続き成功に向けて動いていくということが再確認できたので、ファン総経理に岸田票を聞いてみた。就因为以前的话一直都是这样子的，我们有什么困难呢？有什么一些想法，都能充分交流。副社长時代から必ず毎月中国広州に足を運び続けた岸田社長。フェイストゥーフェイスで実際に顔を合わせて、時には食事やお酒を酌み交わして築いた信頼が、今後大きな果実として結実するのだろうか。世界ナンバーワン総合モーターメーカーのトップを務めるために欠かせないものとは。やっぱり健康で体力があるっていうことが、やっぱりグループのリーダーを務めるには必須だなってことを改めて感じますね。まあ、現場も常に進化してるっていうのが、やっぱりものづくりに集中してる、ある意味ニデックの良さの象徴でもあると思いますね。まあ、その変化を継続して見ていきながら、まあ、その現場との相乗効果で会社全体を良くしていくっていう、いろんなアジアも米国も中国の中もまだまだ行けてないところがありますので、まあ、そこは終わりなき旅なんだというふうには思います。